おはようございます、速賀塾の久保でございます皆さんは生活保護についてどのくらいご存知ですかねえ実は速賀塾の塾生さんの中に生活保護から抜け出してきて今はね、えー、労働とビジネスにしっかりと足を据えている方がいらっしゃいますえ元々ねその生活保護を、まあ、希望して受けられたんですけども現実にですね生活保護を受けてみるともう複数のですね要因からもうこんなのやってられないというふうにね感じる方もいるんですよね、まあ、そしてそこから抜け出してきて生活保護っていうのはこんなにね出 メリットがあるんだってことを訴えかけてくださっていますまあ、昨日もねそっか Facebook のライブとかされていたんですけどもまあ、この方のお話はちょっと聞くに一見だと思いますねえー、多くの方が生活保護っていうのはすごくねネガティブなイメージを持ってます生活保護っていうのは当然の権利ですからあの使ってね全然悪いことはないんですけどもただね やっぱりそれなりに、えー、ちょっと悲しい思いをしたりね惨めな思いをしたりとかね、えー、リスクを抱えたりってことがあるそうですこの生活保護の実態を塾生さんからですね聞けるチャンスっていうのはなかなかないですから、えー、今日はですね、えー、速可塾の更新情報の中に盛り込んでおきますのでご興味ある方はご覧いただければと思います、えー、もしくはねこの YouTube の YouTube 概要説明欄につけておきますのでそちらの方からシリーズになっていくと思いますんで、えー、タイトルね屈辱と書いてます屈辱みんなが気になる生活応募受給するための最低条件はということで第1話をお送りしたいと思います続きもありますんで是非、えー、ねブックマークして連続してご覧くださいませ、えー、次の話題なんですけども花屋龍馬さんですよね あの花井龍馬さん今頃どういう趣味にしているのかなって気になっている方がいらっしゃると思います、まあ、ベンチマークしてる方もいると思いますけども私がですね花井龍馬さんを知ったのがチャンネル登録者数が120人ぐらいの時そして再生数が50とか60でよくて100みたいな時でしたねでここからですね今2か月弱経つんですけども現在400名を超えるチャンネル登録者数とやっぱり再生数も、ね、それなりに出ているということでございますそしてついに、ね、来年からですね事業を始めるということなんですよおいかがでしょうか あの私のね即活塾の中にも YouTube をたくさんされてる方がいると思いますけどもまだね事業にまではなってないとかねまだなかなか再生数が伸びないって方いらっしゃると思いますけどもなんとですね2ヶ月ほど前に、うん、スタートしたこの花江龍馬さんのチャンネルもう今ね大人気で400名を超えてそしてね内容もすごく充実してきてますえ先日私が起業するための一つの条件だよ っていうふうにして、無料の商品、低価格の商品、高額の商品っていうのを作りなさいって言ったんですけど、すぐにそれを実行して来年から始めるそうなんですよ。昨日はね、そのためのセールスの動画もリリースされていまして、もしかしたらもう売れてるんではないかなと思います。はい、花井玲緒さん、28歳ということでしたけども、やっぱりね、30歳、40歳、50歳と、この油の乗り切った世代が躊躇する中で、若者がね、突っ走ってくれると、私たちに、えー、素晴らしいね、挑戦する背中を見せてくれるのはとても貴重なことだと思います、えー。なかなかね、自分の事業に成り立たない方とか、 それからなかなか踏ん切りがつかなくて独立起業されない方こういった方にねちょっと触発されて自分ももういっぱいやってみようかなというふうに思っていただければ幸いでございますえ花田涼真さんのチャンネルが今日はねすごくいいんじゃないかなと思いますんでこちらの方もお付けしておきますので概要説明欄からあご覧いただければと思いますそれではですねこの2つのエピソード皆様の心にどう止まるのか非常に私も楽しみにしております本日もよろしくお願いします